塩梅ですか。なんか結構英語が聞けて聞けて発音発声も深くなってきていて、さっきのお話では外国人の行くような場所に行くと結構観察をされてるということでしたけども。自分が住んでる場所が、家が東京のほぼ中心ですので、例えば六本木だとか外国の方が多い地域に行って、外国の人が多いお店に行くと、ほとんど周りが英語だらけの環境に慣れまして、で、その人たちの会話を一生懸命聞く練習をしているんですけれども、そう、やっぱりその先生おっしゃってる、その喉で話してる感覚がものすごい、実際に隣で話してるのを見てるんですけど、もう本当に喉しか使ってないなっていうのが、その、テレビとかビデオとかで見てるとあんまりわからないんですが、真横で話してるのを見ると、やはり本当に男性でも女性でも喉しか使ってないっていうのは変なんですけど、喉で話してるなっていうのが本当によくわかりました。それは、うるさい場所なので、ちょっとこう喉を、あーっていう感じ、ゲロって感じで喋らないと伝わりにくいからっていうことがあるのか、ですかね。いや、そうでもないと思うんですけれども、その、まあ、自分が喉ばっかり意識して見てるっていうところもちょっとあるんですけれども、なんかこう、日本人と声の届き方が違うというか、声の大きさも違うし、その、隣に、例えば、隣に座ってるのが日本人のグループで、その隣ぐらいにネイティブのグループがいるとしたら、そのネイティブの人たちの声しか聞こえてこないぐらい、なんか届きが違うんですよね。僕も同じ経験があって、この近所に、バーベキュー屋さんがあって行くと、たまになんか日本人のサラリーマン風の人たちが5人ぐらい飲んでるんですよ。なんか声が聞こえないですよね、なんかね。声が小さい感じ。声が遠くまで届かない感じがしますね、日本語の。届かないですね。ただ、自分の声が日本語でこうお店で多分通るようになってきたみたいで、すぐウェイトレスさんに届いてるような 日本語の声が変わってきちゃってます、明らかに。それはいいことなのですかね。いいことね、自分の中では。とてもいい。でも日本語らしくなくなるということは、いいことじゃないようなことと取る人もいるかもしれないですけども、でも大体皆さん、ね、声が低くなったとか、響きが良くなったっていうのは、いつもいいことというふうに捉えますよね。ことですね。少なくとも自分の場合は、悪いことは何にもないので。で、よくこの電話で、いつも電話してるような人たちが、自分が電話しての一瞬気がつかないことがちょっとよくあってですね、このとも。それは困りますね。でも、最初の、先生の一番最初の講座の時の録音を自分で聞いて、こんな高い声で日本語今まで話してたのかってびっくりしたぐらいなので、その上川先生の声と自分の声がなんか大人と子供ぐらいの違いを感じたんです。となると、響きのある声が、の方がいい声だと言わざるを得ない。いいですね。やっぱり、明らかにいいと思います。沖縄の方に行かれることもあるということですけども、現地の人の、沖縄の人の声とかどうですか？もう、黒人の、特に黒人で、奥様もこう、すごい
太ってる方のカップル、ファミリーがとても多いんですけれども。あの現地にいる、海兵隊の人たちですよね、米軍のね。人たちが、例えば普通に食事とかしてるのを聞いてると、もう、なんてイメージとしてはですね、ドラム缶が、体全部がドラム缶をその内側を全部響かせて、こう話してるぐらいのイメージでした。それぐらい全然こう違います、日本の人と。それは英語などを下からそう思うという部分もありますよね。気づくという部分はありますけども、して英語などしてない状態でもその前にそちらに行かれたことあるわけですよね。そこまではだから考えてないですよね。感じてないと思います。それが面白いですよね。言われたらうわーってもう分かるけども、はい、その前には分からなくて、今さら前の状態に戻れないですよね、はいはい、戻れないですね。もうそうしか聞こえない。それとあとその自分が英語などの前に YouTube でよく聞いてた人は、ご存知だと、ヒューローリーっていう人、有名な人がいると思うんですけれども、わかりますかね？ちょっと名前があんまり得意じゃないのでわからないですけど、はい、歌手さんかではなくですか？多分、イギリス人の俳優さんで、その、なんとか、まあ、とにかく相当有名な、アメリカでも相当有名な方なんですけど、その人の英語がすごい、英語のと出会う前から好きで、YouTube よく見てたんですよ。で、久しぶりに見てみたら、その、なんか喉、うん、その、喉を、こんなに喉を使って話してたのかっていうのが、やっぱり、前は全然気づいてなかったところなので。なるほど。じゃあ前から好きだったけども気づいてみるともっとすごいみたいなね。もう本当に、そう思いました。面白いですよね。はい。聞いてなかったっていうことですね、多分ね、前はね。日本語の聞き方で聞いていて。そう。ね、で、その、例えば TH の フィ とか、なんかそういう上の部分、下の形がどうなってるのかとか、そんなような部分ばっかり意識してたような気がして、今はなんかそこはどうでもいいような気がしてきてまして、逆にそう見ると、まあ、そのヒューさんっていう人は、イギリス人ですよね、はい、で、はいはい、海兵隊で沖縄にいる人たちのカップルはアメリカ人なわけですけども、はい、国籍が違いますし、イギリス英語アメリカ英語の違いがあるけれども、喉の部分は共通ですよね。もっと今思ってるのはですね、その英語に限ったことではないなというのが、その今先生英語喉っていう名前になってますけど、本当のこと言っちゃうと英語喉じゃなくても、うん、日本語の標準語以外全部に使えるような気がそうです、ね、してきてまして。だから僕はよく外人って言うんですけども、ね、外人喉とかね、結局外人喉っぽいなっていうか、さっき実は沖縄どうですかって聞いた時に、沖縄の現地の人なんかもそんな感じじゃないのかなと思って聞いたんですけどね。あ、現地の人ですね。本当の沖縄の、の日本人ですよね、そうだと思います。もう先生よくおっしゃってる広島の方のな、感じ。だから、英語にそのまま移行できるような気がします。人たちの話し方を見ていると。広島に帰ってる時も、広島の現地の人がですね、これで社会生活が成り立つのかなというぐらい大きい声で喋ってるんですよ。もう、電話なのに。電話なのに、もうね、はい、ものすごい声が大きい人がたくさんいて、その中でも一人ものすごいもう声の人がいるんですけども、友人で、はい、もう社会生活成り立たないんじゃないかなみたいなね、本当に。ああ、でもその広島の方で面白いのは、その先生の英語喉に出会う前に
ちょっと本当のちょっと前に英語の学校に一回無料レッスン行ってみたんですよ。で、それは、杉本なんとかっていう人の広島で育った方、英語の先生なんですけど、うちのすぐ近くに学校があったので、ちょっと無料レッスン行ってみたんですよ。で、その方の英語もなんか自然に話してる感じがしまして、で、その方も広島の方だっていうふうに後で見て、なんか広島弁な習ってから英語習った方が早いような気が。うん、そのスギーさんっていうのは有名な人ですよね。僕らが英語のなんだって言う出す前から、インターネットで堂々と英語を喋ってるという、はい、ものすごい珍しい人ですよね。で、広島の人ですよね。そんな方と分からずに行って、で、本当はそこで、その息子さんに習う予定で、じゃあ次から習いに来ますって言った後に、2日後ぐらいに英語のど出会っちゃったんですよ。で、英語のど出会っちゃった後でもう一回聞き直してみると、うん、確かにものすごい上手いとは思うんですけど、ちょっと癖もあるし、あんまりこうなりたくないなとちょっと思い始めてしまいまして、で、そのままそこはちょっと行くのは、やめたんですけれど、でも、本当自然に、その方はすごい話してるので、すごいなと思いました。そうなんですよ。広島のね、人でね、うまい人結構いますからね、小林克也さんとかね。うん、で、あと、唯一日本人の曲で、日本人が歌ってる英語の曲で聴けるのは、自分は矢沢永吉さんだけなんですよ。矢沢永吉さんも広島の人。島じゃないですか。浜田省吾とか、ね、あの系の人みんなみんな広島じゃないですか。どうなっちゃうんかい。わしゃ分からんけどね。小毛の喋り方しようけどね。歌う時にそのまま歌やへんじゃ思うんよ。英語でもね。あるいはその洋楽とかを聞いて、外人の歌を広島弁で真似やすかったとか、そんなんじゃないですかね。はい、うん、そうだと思います。ね、九州勢もいいですよね。はい。ただそうは言いますけど、あのうちは深川っていうすごいもう下町なんですよ。うん、それでその下町のおじちゃんって、もうまみこし大好きなようなおじちゃんたちの喋り方っていうのは、別にその広島じゃないですけど、もう声は大きいし、その、なんていうんですかね、そのまま英語に移行できそうな人たちばっかりなんですよね。うん、なるほど。だから、西日本っていうわけでもないような気がしてます。西日本とかっていう言い方が、理論的には、はい、まあ、方言がそうだと言っておりますが、詳しく見ていくと、ね、はい、結構その、いろいろあるかもしれないですよね。はい。その下町の人たちは多分標準語っぽくないっていうことかもしれないですしね。はい。だから、なんてことはない、その標準語っていうものが、その、とても英語を喋る上でネックになってるような気がしてきて。そうですね。もっと研究が進まないといかんですね。西日本と言ってるけども、多分それは標準語があんまり広がって ないというか、あまりにも元々の言葉が違いすぎて、標準語がマスターできない人たち、はい、マスターできなかった人たちっていう感じかもしれないですね。ああ、はい。でも東の方に行っても、そういうふうになんか、そういう人たちがたくさんいるかもしれないですね。そうだと思います。今日は長い時間どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりで、ビデオの方を切りますね。ありがとうございました。英語の音、また明日。ではまた、